ではそらせていただきます、えー、こんにちは、えー、高橋秀明でございます、えー、72歳です、えー、ここの会場でですね、えー、多分最年長のことだそうです、えー、今日はですね皆さんに、えー、私のですね拙い人生からですね、えー、はっきり言えるメッセージをお伝えいたします よろしくお願いします、えー、私はですね今あ喫茶店のお店主をしております、えー、前職はですね、えー、警察官でした、えー、警察官として、えー、警視庁に勤めている間あ自分の中にある思いがありましたもし自分がいなかったら困る社会を作りたいもちろん、あのー、警察官をですね 志したたたたののは社会のためになりたいとそう思ったからでございますしかし、えー、警察官をして勤めるうちにですねある思いが湧きました、えー、警視庁ではですねある意味多数の中の一人でしかなかったということですね、えー、何せ5万人もいる中でございます例えばあ自分一人がいなくなってもお組織的には ほとんど何も変わらない、まあ、自分でなくてもいいとしかしですね自分で何かを経営するということになりますとまずどうしてもいなくてはならないということでこの道を選びました、えー、開店した当時ですね地域では大型店のです、ね、出店が相次ぎまして ただ単にあの物をですね仕入れて売るだけでは小さな会社では太刀打ちできることは難しくなりましたですからあの料理というですね味付けをして付加価値をつけて売ることで勝負いたしましたお客さんのですね側にの気持ちに立つということでございます 経営しておりますと、どうしてもですね、利益がなくてはならないですから、どうしてもあの経営者目線の立場で利益を考えてしまう、その時ですね、私の奥さんがですね、お客さん側に立って仕事をしてくれたと、どうしたらですね、お客さんが気持ちよく過ごしてくれるだろう、また、どうしたら満足してもらえるだろう。まあそう 私とはですね全く違う目線で考えてくれましたこれが非常によかったのだと今思っておりますあとはですね人材育成でしょうか店にはですね経営者の意思を働いている人に体現してもらわなくてはなりません人間はですねそう思うよにはなりませんえー、多分ですね皆さんもアルバイトをしたことがあると思うんですが お客さんのことをですね第一に考えて多分いないと思うんですね、えー、時給はいくらかなとか、えー、時間がどうだとか早くわかりたいなとかじゃないかなと思っておりますそれをですねお客さんのためにという気持ちになってもらうまあこれがですね難しいけれども大事なことなんでございます回転、えー、したのはですね 大体昭和54年の頃でした、えー、ちょっとしゃれたです、ね、木製の木枠の地蔵座を取り入れまた赤いですね絨毯を敷き詰めまして、まあ、もちろんエアコンも設置しました、えー、最初はですね、えー、先進的すぎて、えー、前には反対されました時にはですねじゅ、えー、の前で、えー、靴を脱いでしまうお客さんまで出ました 今ではです、ね、そんなことは考えられませんが、えー、他にもですね開店当時、えー、近隣地域ではですね非常に珍しかった、えー、ピザやドリアあるいはラ,ラザニアですかそれとスパゲティなどのメニューを出しましただからこれはですね、あのー、喫茶店というよりも洋食,洋食屋さんですねですがあこれがですね一日 約200名のです、ね、来,客来客を呼びこれまで40年以上続くお店になりましたこの業界ではですね20年続く店は約5%ほどだと聞いたことがあります新しいものをです、ね、取り入れるのはいつだって挑戦でございますですがあの挑戦なくしてです、ね、続けることはできません えー、この街がですね、好きだったんですね。えー、皆さんは自分の街が好きですか私がですね、再開発の理事長として関わったのはですね、東京都の地図で言いますと、ほぼ真ん中にあります、郊外の町小平という市のですね中心ともいえる駅、小川駅でございます。えー、日本の電車がですね ここに停車いたしまして近くにもですね多くの学校もあり非常にのどかでありながら賑やかな面を持つ駅でございますこの駅ではですね次の世代のためにですね子や孫の世代のためにのまちづくりですねが必要でございましたさまざまなです、ね、部分が老朽化しこれからもですね 続いていくにはさまざまなところを新しくしなくてはなりませんでした、えー、特にですね東日本大震災の時はあこの駅でもですね、えー、帰宅困難者が多く発生しましただから災害へのですね強さというものもですね必要でございました、えー、武蔵野のです、ね、面影やあ地域の歴史、えー、文化を残すこともまたですね 近隣の老人ホームや障害者の学校ですねそういう人たちの利便性も考えましたしかしこの駅だけが再開発されるわけではありません小平という町そのものをですね次の世代へつなげていく新しい町に変えていこうというプランがありました町づくりという大きなですねプランの中の一つがこの再開発です えー、この町がですね非常に好きだからこそどうやってですね周りの人に好きになってもらうかそのためにですね地域の活性化が必要不可欠でございましたこれがですね、えー、市内始まって以来のですね初めての民間による再開発の発端でございます、えー、そうですね一軒一軒を回ってですね賛成を売ることですね まずはあの再開発はですねどういうものかをですね理解してもらうのが大変でしたあの実は区画整理とですね再開発は違うんですねこれをですねうまく理解してもらうのが難しかったですねただ単にあの駅前にですねロータリーを作ってタクシーが止まりバスが通るだけの再開発じゃないんですねまず生活基盤を整え 商業施設やですね、行政施設を揃え、病院、託児所を置き、そうしてですね、生活しなしやすいような街に整備する、これが再開発です。もちろんですね、反対意見もありました。ですがですね、誰もこの地区がですね、このままでいいということは思っていませんでした。 先ほども申し上げましたが東日本大震災でこの地区に大量の帰宅困難者が発生しましたバスがないことタクシーがないこと安全にですね人が歩ける道がない活気のある商店街がない買い物品をそろえられることができない文化がない、まあ、この町をですね みんな好きになってもらいたいからこそですねさまざまな今まで言った内容をですねあるに変えるがこの再開発でしたえー、ある日ですね近所の小学校その時多分5年生だったと思いますが理想の街についてですね話す機会がありましたそうしますとこの再開発プランの目標と 同じことをですね、えー、生徒たちが言ってくれるんですね、えー、文化を残したい、えー、緑が欲しい、えー、みんながですね暮らしやすい町がいいある子はよく考えてるんですね、えー、自分のお母さんがこの町でパートとして働く場所が欲しい、えーまあ、その他にもです、ね、いろんな意見があったんですが非常に盛り上がりまして、えー、それがですね私の非常に 子どもの意見というものは損得がございませんだからまっすぐなんですね、えー、そしてまた子どもたちは行く自分の街を見ているんだなと思いました、えー、私はですね今あ喫茶店の店主をしております、えー、前職は警察官でした、えー、仕事っていうのはやってみないと自分に合ってるかどうかは分かりませんだからまずはですね やってみることですね、えー、そしてまた好きだなと思える部分をですねその中が探すそしてですね夢中になって、まあ、ドキドキハラハラすることですねこれはあ大切なんじゃないかなと思います自分にとってですね、えー、面白く生きる方法は誰も教えてくれません、えー、路線図だけじゃない、えー、信号機もですね交差点も自分で決めなくてはなりません どこで止まるかまたどこで進むかどこでですね、誰と出会い何をするのかそれをですね、全部自分で決めるそうするとねこれがあの自分のね非常にいい人生になるんですねそこがまたいいと思いますはい最後になりました、えー、僕の人生にはですね、えー、たくさんの人とのつながりがありますそそののつながりとでですね、その中でも、 僕とです、ねえー、お店を支えてくれた私の奥さんに感謝を申し上げて、投稿を終わりにしたいと思います。ありがとうございました